Awaken. よし。 正体を見せろ。 大したことねえな。
暴いてやる。さて、ちょっと物足りないかな。これって…もう…まったく。あの席だな。有力政治家ってのが来んだよな。隣の席で張り込んでみましょうか。私が行くわ。ゾロゾロ行くと警戒されるだろうし。女の子一人なのも変じゃない？じゃあ誰か一緒に来て。ちょっと待ってジョーカー、俺に行かせてくれ。だってよ、レストランだぜ。幼稚園児か。妙にやる気だと思ったら、なぜ我が輩には声がかからない。行ってくる。
みんなは近くの席にいて、頃合い見て合図するから。何食おっかな。パレスの料理じゃ腹膨れないでしょ。相変わらずのバカさ加減だぜ。読めねえ。フォアグラのソテー、それからトリュフあえサラダ、あと子羊のロースも。よくそんなスラスラ頼めんな。つうか平均年齢高くね。みんな指導の関係者だろ。政界や財界の大物ばかりね。ガキ、誰に断って座ってるんだ。誰って？予約の札とかないっすけど。隣で騒がれると迷惑なんだよ。私はゆったりと食事を味わいたいのだ。腹が減ってるだけのガキは去れ。あのな！スカル、黙って。悪い。大変失礼しました。わかったなら帰りなさい。あの、もしかして大江先生ですか？そうだな。そのぶしつけなお願いで恐縮なのですが、指導様への紹介状をいただけませんか？見たところ君らは未成年じゃないのね。なぜ紹介状がいるのか。どうしても指導様にお目通りしたくて。志の高い政治理念に共鳴してまして。もちろん大江先生にもです。はい。高校といえばどっかの校長だかがくたばったらしいな。指導様の名前を出そうとしたとか。従っていれば上流でいられたものを、それを捨てて歯向かうなんてな。頭のいいエリートの私には考えもつか。忠誠を誓っていれば廃人化の褒美をいただけるのに。先生もやはり指導様に廃人化のお願いを。ん？まあ、まあな。先生クラスになると廃人化のターゲットは相当な大物だったのでは。大物？いや、ターゲット自体は大したやつじゃない。ご謙遜を。春先に地下鉄事故があっただろう。狙ったのはあの運転士だからな。あれを？目障りな国交大臣と現政権派の社長の首を取るためだった。なるほど、大変参考になりました、大江先生。実は私、姉が特捜部の検事なんです。この件どう伝えることもできますが、どうでしょう、紹介状をいただけますか？それは脅迫か。お前ら何者だ？紹介状を。つけ上がるなガキが。渡すものか。持ってんのは確かみてえだな。じゃあこっからは実力行使の時間だ。みんな、よっしゃ、
紹介状ゲット。地下鉄事故の件はどうか内密に。しゃあねえな。けどやっぱりうちの校長指導とつながっていたのね。道理でしつこく探らせるわけね。なのにあっさり殺しちゃうなんて。国ごと沈没しているパレスの持ち主だ。教育者一人くらい何とも感じないんだろう。にしてもただの認知の人間なのに普通に怪物に化けてきたね。金城あたりまでのパレスじゃ認知の人間なんてくたびれた被害者ばっかりだったのに。いや今の応援は認知じゃない。え、でも実在の人の見た目や記憶をしっかり持ってたわよ。多分手下のシャドウに認知の人間を融合させてんだ。皮かぶせるみたいにな。こんなの初めて見るぜ。いくら歪みの力が波外れてるからって普通にやれることじゃない。待て、そういえば確かシドウはナビの母親の認知研究を潰したんだったな。あ、もしかしたら潰した時に人材や成果を召し上げて私物に。シドウ、こりゃもしかするとシドウのやつ自分のパレスに手出しできるような手を隠してやがるかもしれない。これまで以上に気を引き締めろよ。ええ、もちろん総理就任後も引き受けますよ。さすが先生、頼もしい限りです。その代わりより一層の支援を。世界と渡り合うには大きな金が。ええ、掃除をお願いする見返りはしっかり用意させていただきますよ。春の事故の件は大変助かりました。ひとえに先生のおかげです。認知科学の解析が進めば対象拡大も可能と見てますがね。それは強行。ぜひ今後とも先生のお力添えを。ねえ、この封印。よし、やるか。準備を。あ、みんなちょっと待った。シスベシ、くだらないこと言ってないで戻ってきて。よかった、戻った。範囲外に出れば戻るっぽいし割と問題ないの。問題なくない。分かったことちゃんと説明してよ。あの指導の銅像みたいのがある場所に侵入者が入るとネズミになるっぽいな。我が輩たちはネズミ風情ってわけか。腹立たしいぜ。けどなってる間は気をつけた方がいいな。ネズミじゃドアもあかんし、敵
敵に出くわしたらボコボコだぞ。つまり身を隠す以外は何もできないってこと？参ったわね。完全に受け身じゃない。どこかに抜け道でもあればいいけど。暴いてやる。暴いてやる。挨拶もなしにこれくらい。これで負けたら承知しないからな。パンサー抜けるよ。俺が前に出る。どうしてこった。うてえな。もうない。我は汝。消しなせ。ケルセラ。やりよう。もうない。ケルセラ。いただいていく。ペルソナー食らいな。やるな。敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど感電の電極に気をつけて。ペルソナどう？私の勝利だ。みんなお疲れさんだ。よし倒したな。さっよし。
正体を見せろ。使命感が上がってるんだよ。悪くないだろ。何かしてくるかも。ペルソナ。どうだ。うまいか。いくぞ。さて、たわいもない。正体を見せろ。あれ石じゃね？よし、探索。指導の石か。奪え！どうか敵を
せな。しゃあ、こら。カル、見直したぞ。動かないでもらおう。これで敵は倒せるぞ。よし、次の勝ちへ向けて進もう。よし、あっという間だな。今よし、
暴いてやる。顔に書いてあるぞ。なあ、おっさん、ちょっといいか？すげえいい天気だよな。そうでもねえな。えんじゃねえや。俺もプール入りてえぜ。パンサー、交代で。は？
本当にちょっと聞きたいことが。お時間は取らせません。少しだけ話を聞いていただけませんか。ぜひお願いします。悪いが向こうへ行ってくれないかね。子供はうるさくてかなわん。おい、ちょっとてめえ。あ、いえ申し訳ございませんでした。いいから下がりましょう、スカル。んだあいつ、気に入らねえ言い方しやがって。人のこと言えるの？初対面でいきなりおっさんちょっといいかなんて、相手の出方もわからないのに最初から揉めてちゃいいことないわ。だが相手されないんじゃ同じことだぞ。どうするんだ。この辺りにいる方に話を聞いてみるのはどう？どんな肌合いの相手かわかるかもしれないし、ヒントくらいは聞けるかもね。やんねえよりはマシか。しゃあねえ、ちょっと調べてみっか。よし、行こうぜ。やれやれ。でかしたぜ、ジョーカー。確かにさっき見たドアの中みたいだけど、なぜここへ？っていうかここって更衣室なんじゃ。信じて任しとけって。行ってくっから、ちょい待ってろな。あ
いつ何してんの？嫌な予感しかしないんだけど。完璧だ。これで作戦成功間違いなしだぜ。スカル、顔が怖い。手がキモい。いいからもう一回行くぞ。旧家族だからのとこ。おい、出番だぞ。まさか本当にこんな安易な作戦だとは思わなかったわ。まあ確かにプールサイドにいるおっさんが水着の女の子を嫌いなわけはないな。帰りたい。本当にこれやるの？作戦なのよね。早く行かねえとあいつどっか行っちまう。こんにちは。いい天気ですね。何かね。あのシドン様への紹介状をいただけませんか？紹介状だと？どこの馬の骨かもわからんやつに渡すわけがなかろう。馬の骨？由緒正しき血筋の者にしか紹介しないと、そう決めている。君たちの外見がどんなに美しくても生まれや血は変えられない。血筋と言われましても、その私ら。 It's nice to meet you. My name isアン・ウィンザー。アン・ウィンザー？私の父、英国王室の血を引いているのです。なんだって？マジか。彼女たちは召使いの娘なのですよ。ああ、はい、アン様には仲良くしていただいてます。アンちゃんはハーフかな？はい。日本人とはやっぱり顔立ちが違うね。並んでいるとよくわかる。よく誤解されるのですが、そんなことはないのですよ。趣味は茶道を少々、父に習えと強制されたんですけど。なるほど。君からは下僕の皆とは違う高貴なオーラを感じる。下僕？血は絶対的なもの。いくら平民が努力しても埋まらぬ溝があるよね。その通りですわ。彼女たちがちょっとだけかわいそうですもの。マジか。ところで紹介状なのですが、くださればあなたのことを父に紹介することも考えますわ。おお、ではご挨拶代わりに紹介状を差し上げよう。ありがとうございます。しかし水着似合ってるね。素晴らしいスタイルだ。モデルになれそうだね。いえ、そんな。ちゃんと日焼け止め塗ったかい？ちょ、あの、華麗なる一族同士、親密なお付き合いをしようじゃないか。はい。ほら、平民の下僕は去りなさい。恥ずかしがっているだろう。やめてくださる？私の部屋で他の水着も試してみないか？触んな、エロ親父！もう用は済んだし、あんた生理的に無理。この人痴漢です！なんだ？おのれ、はめやがって。いや、今のクソ茶番でハマる方が悪いだろう。うっさい、やるよ。
やってやる。うまい。おお、ジョーカー、かっこいい。やってやるぞ。ボコボコにしたい。よし、レベルアップ。よし、紹介状。あと3つだね。あんたも廃人化を頼んでいたの？過去の時代と違い、家柄だけで金を儲けるのは苦しい。そこで、指導様の船に乗れるよう頼み込んだんだ。信頼できる旧貴族階級を紹介する見返りに廃人化をお願いしていた。なるほど。紹介制度は現実でも行われているのか。指導様はお客を選ぶことに関しては非常に警戒しておりますので。つまり裏切らず利益をもたらす人間を選別してるのね。それで乗客が仮面なのか。外面に騙されず人間性を見てんだな。しかしアン、ヌードの時から成長したもんだ。しつこい。もういいから。一つ尋ねるが、私に隠していることなどないだろうな。まさか。全て報告書にある通りです。ビジネスの条件覚えているよな。精一杯のバックアップだぞ。ええ、もちろんです。指導様のご助力には感謝していますから。古いつても頼って指導総理誕生に一役買わせていただきますよ。手抜きをしているようだったら降りてもらうからな。心得ています。今まで排除していただいた奴らと同じ目に遭うのは私もごめんですから。ならいい。その辺にセーフ。ここなら安全だし、休憩するか。
美しい。他の道を探すとしよう。ピピッと来た。